じゃあすいません、ハンクさん、今日ははい対戦の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあま、まあ余裕ですけどね。え、お、余裕ですよ。もう絶対負けないですよ。いや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 、もう今日僕運使い果たしてきたんで大丈夫です俺も今日ねめちゃくちゃ運使ったんですよ、はい、なんかいいことありました？いや、今日のまあまああのギルバトでちょっと頑張りすぎて、はいはい、もう運全部売りしたんで今日のギルバトに。今日のギルバトに全部売りしたんですか？はい、運全部売りしましたんで、もう運残ってないんですよ。もう絶対俺勝てるんですよ。本当ですか？僕も今日あのなんか UR10 連みたいなガチャちょっと引いて、はい、そしたらあのダークラム出て、あ、なかなかですね。それあれなかなかじゃないですか？それなかなかですね俺うんちょっと使えたなと思ってじゃあハンクさん、今日のルールだけちょっと先に確認させてもらってもいいですか？はい、はい、どうしましょう。アサルトさん説明してくれます？お願いします。じゃあ本日のまあガチャ対決、ゾーマのガチャ対決コラボということで、本日のルールはですね、まあ、先にゾーマが出た方が負けと。なぬ。ルールになってます。なぬ。勝敗の概念どうなるんだぐちゃぐちゃですよね。先にゾーマ引いたら負けです。はい、はい、はいはい。はい。で、途中のその UR の数とかに応じて、ポイントをつけていって、はい、で、お互い天井に行った場合、ドローになってしまうので、はい、そこで高い、点数の、ガチャの累計のスコアが高い方が負け、まあ、UR たくさん引いた方が負けと。なるほど。なるほど。合ってるようなルール。合ってます。合ってます。合ってます、ね。確かそんな感じです。そんな感じですよね。はい。で、まあ、ルールにはね、少し特殊な部分があって、で、はい、まあ、ビジョンカードが1点で、ユニットが3点でコスト100のユニットとかコスト90のビジョンカードを引いたら、5点で、それぞれ推しキャラを設定していて、はい、ハンクさんが、スカールを引いたら7点加点されると。おレズニックを、うん、アサルトが引いたら7点加点されると、うん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 、これあれですよね、だから自分の嫌いなキャラが出たらあかんってことですね。僕は好きなんですけどね。え、そうなんですか？え、そうなんですか？レズニック、え、好きなんですか？え、嫌いって言ってませんでしたっけ？ここで推しを覆していく。あれ？お互いなんか嫌いなキャラを設定しましょうって言ってませんでしたっけ？言ってないですか？ああ、そう。まあ、縁のあるね、キャラを設定しようということ。うん、はい、ああ、なるほど、なるほど。で逆に相手側に出ちゃった場合、うん、点数が下がると。ここがマイナス7点になると。救済処置ですね。救済処置です。ここは逆転の目のが出てくるということで、そんなポイントルールとなってます。まあ、要するに、点数高いとダメってことですね。うん、そうですね。点数が高かったらダメよと。うん、で、お互いが天井もし行った場合は、点数高い方が負け。ってことですね。ですね。そういうことですね。はいはいはい、先にアサルトさんが、まあ、今回ガチャを引くということなんですけど、まあ、例えば50連でゾーマが出ましたと。で、じゃあ自分のターンになって50連回した時点でゾーマが出てなければ脳筋ハンクの勝ちということですね。そういうことですね。はい。もう強制的に私の勝ちと、はい。商品があって、はい。今回はなんと対決なんでね、勝者には。はい。報奨が与えられると、はい、おガチャが下手な方が、はい、ガチャが上手い方に、はい、1万円分の iTunes カードありがとうございますプレゼントということで、これありがとうございますなんですけど、これガチャ上手いってことはたくさん引いてるってことですよね。だから先に引いちゃったら方が上げるっていう、このなんかこう感情がぐちゃぐちゃになってちょっとそうなんですよね。うん、そう感情壊しに来てますよね、これ。ゾーマ先に引いたら出てない人に1万円あげるということですね。そういうことですね。はい、はい、そういうことですね。今回俺が勝つということなんで、もう1万円もう買ってきましたから、もう今手元にありますから、1万円。本当ですか？はい、ここにあります。ここにもう買ってきましたから1万円。いつでももう番号をペッと見せれますから。本当ですか？はい。じゃあ、これは、もう勝敗が分かんなくなってきた。これ意外とね、多分引いていくとややこしいと思うんですよ。
ややこしいと思いますね。はい、なんか逆になってるから鏡になってるから、あの感情をしっかり保っていこうと思います今日は。そうですね、まあ、あの金の本出ればあれってなりますよね、うんうん、だからこれはやばいってなりますよ。そうですね、金の本が要は金の本出たらやばいんですよねよくわからず金の本が出たらそうあの喜んだらいけないやつですよこれ、ね、難しい感情が難しいねこれは、まあ、ということで、まあ、どっちがガチャうまいか選手権なんですけど、はい、要するに紙引きした方が負けということで皆様ご理解いただければと思いますまあやっていけばわかるかなって思いますけどね。で、今回先行と後攻に分かれて引きます。先行がアサルト、後攻が、ハンクさんに分かれて、はい、それぞれね、ゾーマが出るまで引いて、天井行ったらそこで交代と。おー、OK です。やっていきたいと思います。はい。なので、先行はアサルトから引かせてもらって、はい、ポイントもその間にね、加算していって、ハンクさんが引いて、勝敗を見ていくと。はい。はい、よろしくお願いいたします。いや、でも今日、負ける気しないんですよ。もう、僕も本当に運使い切ってきたんで。いや俺もね、もう運ないっすよ、はい、もう。もうないっすか？運何にもないっす。いやもう iTunes カード準備してきてるあたりそれはフラグです。完璧にフラグ。いやいやいや、あのね、なんか1万円プレゼントって言ってて結局そんなんしないんでしょみたいな感じでね思われるのもダメなんで、もうちゃんと目の前に現物を用意してやるからひりつくんですよ。金にひりつくなこれは1万円かかってますからね、はい、時間もね1時をじゃあちょうど回ったので、はい、うん、始めていきましょうか。ハンクさん、無料ガチャ引きます？先に。あ、無料ガチャ、ちょっと、試しに引いてみます。いいっすよ。はい。じゃあちょっと、無料ガチャ。これでも、UR 確定しないんですよね。これは UR 確定しないですね。はいはいはい。まあ、ちなみに、今回ね、まあ、名誉親善大使と、まあ、コラボするということなんで、はい、ちょっと視聴者のみんなにもね、ちょっとお願いがあるんですけどね。俺がね、センシティブなワードとか、コンプラに引っかかるような言葉を言ってたらね、俺に注意してください。名誉親善大使に迷惑かかるかもしれんから。僕がストップ止めたらやべえなって思ってください。ストップかけたら。現役界の暴れん坊だからな。あ、大丈夫です。運ないっすね。大丈夫です。ないっすね。運ないっす。オッケーオッケーオッケー。最先スタート。運ないっす。もう全然出ないっすよ。もうこんな無料ガチャから UR 出るわけないんですよ。じゃあ。僕のターンでやっていきましょうか。よし、じゃあ画面切り替えますね。はい。ちょっとね、やっぱ映しの画面なんで画質はあまり良くないですけどね。うんうん。まあ、ちょっとそこら辺は、はい、リストの方々ご理解いただいて。はい。いきますか。ゾーマガチャ、いきましょうか。先行はサクト。はい。まあ、どのガチャ引くかは、そこはお任せでやっていくので。それもお任せなんですか？お任せで。え、マジ全部。でも、なんか、なんとなく引くの決まってません？じゃあ、どの順番で行くかだけちょっと教えてもらえます？どう行こうかな、みたいな。四十のガチャ引いて、はい、四十ガチャ。ナインステップを引いて、はい。で、その後、ファイブステップを引いて、はい。で、最後、コラボ召喚ですね。普通のコラボ召喚。闇鍋ですね。闇鍋、そうですね。はい。ゾーマの、はい、ピックアップ召喚と。なるほど。でも10連チケットが1枚だけあるんで、先にそれだけ行っていこうかなと思います。一番最終的に優勝300のチケットの。あ、もう買ってあるんですか？買ってあります。あ、なるほど。わかりました。はい。画面の調整わたわたしてて、ちょっと待ってくださいね。石買ってなかったんで、必要最低限、必要最低限じゃないな。バグってんな感じだから、もう、ちょっとね、石を用意して、はいはいはい、勝つ準備をしてくるんで、ちょっと待ってくださいね。それ足りないですか、その石の数。足りないですね。足りないですか。4万はないと。4万ないとダメですか。そうですね。4万いるんやったっけ。4万もいるんやったっけな。ハンクさんも石のチャージは終わってるんですか。もうバッチリですか。石のチャージね、全然終わってないですね。終わってない。全然今のうちにやってきますか。ね、今のうちにやります。行きましょう。ちょっと待ってくださいね。今のうちにじゃあやりましょう。ちょっと待っていてくださいね。石いくらまで増やしたんですか？石はですね、はい、画面をじゃあ戻しますか。石は5万石ぐらい。5万
5万席ぐらいまで増やしてきました。5万席いったんすか。おお、すごいですね。そんないらんでしょうに。そんないらんでしょうに。優勝の意思があんまりちょっとなかった。じゃあやっていきましょうか。アンクさん、課金の方は大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。3号ぐらいまで伸ばしてきたんで。画面、ね、はい、もう大丈夫です。はい、映ってますよ。大丈夫です。はい、じゃあやっていきましょう。ドラゴンクエストタッグとコラボ記念召喚、ゾーマ、先行当たると。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、点数が高い方が負けなんですかね。お、いいね。綺麗な本ですね。綺麗な本ですね。おお、素晴らしい本ですね。まあ、出なければ喜ぶっていうことですね。そういうことですね。うん、なんか男気じゃんけんみたいな形になってくるんじゃないかなって。うん、ここ勝負や。か、うん、か、かれ。ああ。よし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 。よしよし。ゼロポイントってことですね。そう、ゼロポイントです。ゼロポイントですね。現状維持ですね。なるほど。これ、バグるって、感情もちょっとバグりかけてるって。じゃあ次は。いいじゃないですか。四十ガチャ引いていきます。はい。いい流れですね。まあこれ言うてね、あの UR、あの確定。いや、でもこれかけらず。おお、開けな、おし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 、残念、ないか。これかけら飛んだらもうないんでしたっけ？かけら飛んだらこれもう出ないはずっす、ね、ないですか。はい、よし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 、うん、どうも出てないぞ。よし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 。現状維持ですね。そうですね、まだゼロポイント。まだゼロポイント。ゼロポイント。オッケーオッケーオッケー。まあまあそんなすぐには出ないっすよ。うんうんうん、あ、ちなみにあの最後の、勝敗っていうか、その、うんうん、何連回したっていうあれがあるじゃないですか、はいはい、どっちがメダル所持数ですね。そうですね、メダル所持数で決めていくので、はいはい、はいはいはい、OK です。じゃあ9ステップ引いていきます。 OK です。いきましょう。ここからやつね、もう本番は。ここからですよ。やっと始まった。うん、お、白い本。ビジョンカード、ビジョンカードか。安心だな。ビジョンカードはでもね、変わりやすいっすよ。はい、マジっすか。はい。ハンクさんが言うと、ちょっと真実、ちょっと、真実味が増しちゃうんだよな。まあ、でもビジョンカードはね、1点ですからね。はい、緩いですよ。変わっても1点。うん。まあまあ、変わることもないと。ないっすね。変わることもないと。うん、いいですよ。ゼロ点維持。ゼロ点維持。ゼロ点維持。おお。なんか変やなこれ。ああ、いいですね。くすんだ本が出てきました。汚えな。汚い本が出てきました。汚い本ですね。汚い本は当たりですからね。まあでも汚い本から変わる可能性ありますから。そうなんですよね。上ユニットちょっと怖いなぁ。あるな、これ。変わるな、変わるな。いやいやいや、変わんないっす、変わんないっす、変わんないっす。変わるな、変わるな。変わるよ。つぶやきからのつぶやき。変わるよ。あー、ほらんだー。おー、おー、すごいディフェンス力ですね。ディフェンスしますね、すごい。いや、いいなぁ、いい。いいなぁ、ナイス爆死。ナイス爆死。うまいっすね。うまい、うまいっす。うまいっすね、ガチャ。そうっす、うまく、ね、ほうほうほう、見せていかないと。いいよ、いいよ。ここのね、ここに来るまでにもう、練習してきましたから。今まで散々、ガチャは。これ2枚抜きするんちゃうんすか？一番下と一番上。いやいやいや、まさか、あ、怖い、言わないで。危ない危ない危ない。ないかぁ。マジか、全然変わらへんな。点数、全然変わんないっすか？点数動かへんっすね。ゼロ点。おー、ナイス爆死。ナイス爆死。いえ、ナイス。いやー、爆死って、嬉しいのかな、うん、いや、嬉しいっすね。まあ、嬉しいガチャうまいってことなんで。今日はガチャうまい、うまいも決定戦なんで。ほう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 。
これはもう全然もう、もう色も。あ、なんか出る気配ないですね。運ないですね、全然今日。素晴らしいですね。そう。そう、素晴らしく運がないんですよ。うん、使い、うん、使い切ってますね。なんかもう50回ぐらい引いてる気がするんですけど、うん、まだね、あの UR1 枚も出てない。これ天井までゼロ説あるんちゃうんすか。これありますよね。天井まで天井までゼロ説あるさ、もうそれはもう、もういいですか、僕世界最強名乗っていいですか、うん、天井までゼロキープしたらね、もうそっちにね上げますよ本当に。もうガチャ一番上手い人としてこれ後世語り継がれます、ね、青いですね、青いですね、運ないっすね。そうっすね。素晴らしく運ないっすね。これもうワンチャンないでしょ。これワン。これワンチャンないでしょ。ああ、いいよいいよいいよ。SSR が、今日ほど SSR が嬉しい日はないね。これはひどいな。え、あ、ひどくない。うん、神引きか、神引きやなこれ。そうですね、これは神引きですね。まあ、ここ一番の神引きってやつを今日店に来たんで、うん、ここ皆さんここ無料のとこですね。そうですね、うん、無料は無料は出ないですよ。さっきもね来ましたもんね、うんうん、もう無料は絶対出ないですから、ね、もう出ないようにできてるんですよ。もうスキップでもいいもん、もう結果分かってる。俺は出ない。出ない、いやー、どうかな。とりあえずコスト100あたり出しといて思ってもいいんですけどね。あえて、あえてコスト。おっ、おっ、おっと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 、本日初の UR でした。おっと、しかもキャラこのゾーンまでたら終わりますよ、マジで。いやいや、まさかここまで UR0 できて、きなりゾーン。これ、ゾーマ来たら、ゾーマ来たら全然面白くないですよ。あんな、まさかそん、お前今日、お前初のコラボだぞ、うん、分かってるな、ゾーマ来たらもう切りますよ、もう。いきます。はい。おー、炎が出ましたね。なるほど、なるほど。これでようやく点数つきましたね。これで、アサルト、1点ですね。うん、1点が。3点です。3点か。はい。点ね、キャラなんで、3点です。プラスポイントです。プラス。いいよ、いいよ。1点が追加されたと。いいよ、いいよ。1枚、3点が追加。あ、いいね。3点、はい。ようやく3点。はい。ホモ引きですね。さあ、続けて。次は、おー、キャラですね。いいんじゃないですか、これ。ゾーマじゃないんですか、これ。いや、まあ、金だったらね、まあまあ、変わんない、変わんない、変わんないよ。そんな簡単に変わるわけないじゃないですか、ナインステップで。いや、今ので流れちょっと変わったんちゃいます？今のラッスエルがちょっと分岐なんちゃうかなって。さあ、流れが変わったのか確かめるとき。変われ。あっしゃしゃ。あ、ゾーマかな、これ。ゾーマじゃないの、これ。うん。まさか。ガチャが、これは、下手なのかな。ガチャ馬見せてやんよ、いきます。はい。おぉ。おぉ。男くせぇなぁ。男くせぇ。いや、ラスウェルからのバルーシュ。ありがとうございます。3点追加。6点。6点になりました。俺バルーシュは欲しいんですよね。貫突してないんですよ。バルーシュのみ貫突してないんですよ。あ、バルーシュあんま使わないですもんね。うん、いいっすね。連チャンでどんどん点を重ねていってほしいところですね。いや、まあ、ユニットビジョンから飛んでくる。いやー、ユニットですね。これもゾーマかな。いや、ゾーマは今日はね、今日はちょっと遠慮してもらって、代わりにエルデとかロブさんをちょっと呼んでるはずなんで、来てくれるはずなんですけど、おっと、さあ、てっぺん。あーや、おっと、3連ちゃん？ 3 連ちゃん？ 3 連ちゃんはちょっとまずい。
っとこれテラスエルなんかで変えてんじゃないよ。これ来たな。これゾーマでしょ。魔王。いや、来ない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 よ。これはゾーマやな。いきます。はい。おおおお、うまいっすね。うまいうまい。どんどん点増えていってますよ。やばいっすね。今で9点かな。9点ですね。3枚目。いい感じですね。こう全部キャラっていうところがいいっすね。ビジョンカード来ないっすね。確かに。ねえ。めちゃくちゃプラス点上がってきましたね。お、いいですね。金の本じゃなければ、まずね、第一関門突破ですよ。なんか2枚抜き臭い。いや、不吉なこと言わないで。なんか2枚抜き臭いな。どうやろう。いや、まさかこんな、そんな2枚抜きなんてないっすよ、もう。あれか。ああ、おはい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 。アドラードが一番安心する。いいですね。うまいですね。そろそろでもレズニックとかも来るんじゃないですかね。いや、今日レズニックはね、お留守番しててもらってるんで大丈夫ですよ。スカールはね、ちょっと呼んでるんですけどね。ちょっとオファーに応えてくれるかどうか。じゃあ9ステップが終わったんで、5ステップを。もうそんなに引いたんです。もうそんなに引いてるんですね。もう、今からもう100連ほうほうほう。100連してるんですけど。ほうほうほう。9ステップと、通常ピック1回だから。ほいほいほい。100連で9点と。うんうんうん。これいい感じの、これガチャうまい感じ。おー、いいんじゃないですか。じゃあ。てか、5ステップアップは、5ステップアップを後から引くんですね。それがポイントなんですか、今回。いや、ただ単純に。考えてなかったですか。無表席たくさんあったなと思って。ああ、なるほどなるほど。あ、もう5ステップアップ、UR 確定がね、うんうんうん、ありますから、うんうん、ゾーマ出てきてしまうか、出ちゃったっていう可能性がなきにしもあらずなんで、やっぱ後から引くべきですよね。なるほど。行きましょう、行きましょう。行きましょう。はい。こっからは出やすいっすよ。いや、UR は確定なんで。めちゃくちゃ出やすいっすよ。ビジョンカード。ああ、マジか。ビジョンカード。マジかよ。クソだって思うけど、今日このビジョンカード。あったけ。なんでやねん。なんでかな。あっちゃうんま。うまいな。うま。これ普段やったら、台、机へし折れてますよ。そうですね。こんなん、なんでだよ、ふざけんなよって言ってるとこですけど。オッケーオッケー。1点加算ですね、はい、これで。10点。はい、1点。10点。まあいいよ、抑えてるよ、セーブ、セーブ。これ、セーブしてるんですかね。でもこれ、普通に考えたら、ちょっと当たり少ないですね。少ないっすね。あ、やこれ20連目。あ、20連目。ああ。あー、ビジョンカード。はいはいはい。ここでも1点加算ですね。じゃあ、確定ですね。そうだったら。ほうほうほう。ビジョンカードありがとうございます。まあ、これで、まあ、11点になるかな。そうですね。途中で引かなければ。まあ、11点か、コスト90か、うん、何が出るのか。バハムート。ほい。ああ、1点。じゃあ、2枚目です、ビジョンカード。さあ、次よ、次。ここよね、確定よ。確定枠。確定よ、ここ。ユニットが出るのか、ビジョンカード。いっぱい出て、いっぱい。いっぱい出よ、いっぱい。ユニット。ゾーマやな、これは。いや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 。これゾーマでしょう。2枚抜きもあるね。右上が、金のクリスタルが、変わるなよ、変わるなよ。ああ、よしよ、よ、よし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 。よしよし。ゾーマ、ここでゾーマ、ゾーマ、ゾーマ。いきます。ゾーマ。おー。ああ、マジで、マジで、まだ回避する。クリティカル回避3点。高っ。合ってるかな、今14で合ってるんかな。14点ですね。14点。おお。
ここは無料、無料のとこ。どうかな、いいね、キャラいいよ、ゾーマやな。もう何でも、何でもゾーマに見えてきた。全く、正直全くゾーマ出る気しないですね。全く出る気しない。出る気しない。おー。そのまま天井ですね、じゃあ。まあ、そろそろちょっとね、まあ、ワクワクをね、視聴者に与えたいなっていう気持ちもあるんで。まあ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 。まあまあまあ。うん。惜しいですね、シムール。スカールやったらね、マイナス7なんですけどね。に名前似てるんだけどな。うん。5ステップ。5ステップ目。50連目。決定。ゾーマ決定。おー。いいね、いいね。いいよ。はい、おっしゃ、いっぱいいっぱいある、いっぱいある。いっぱいあるぞ。いっぱいあるぞ。いっぱいあるなー。いっぱいあるぞ。穏やかね、はいはい、15点。今で15点かな。15点ですね。さあ、ゾウは氷。まだいい、まだいい、来なくていいよ。ゾウは氷、ゾウは氷。来い、来い。行きます。はい。いやー、ガチャ下手やなー。そこで当てるか。引いちゃったー。下手やなー。そっかそっかー。出てくんのゾーマー。お前、本当にお前。今回だけだぞ、本当に。そっかそっかー。そこで出るか。お前、優勝1万4000も残ってんじゃん。おい、ゾーマー。考えろって、そっかそっか、お前。リスナーの気持ち考えろってぞ、お前。じゃあメダルの集計していきましょうか。そうしましょう。ですね。ビジョンカードが、まあ、3枚のゾーマ入れて、うん、今のところ点数は18点。はい。まあ、もう途中で引いてるんでね、お互い天井っていうことはなくなったんで、そうですね、そのメダル枚数を見て、それよりも俺が突破したら俺の勝ちですね。そういうことですね。はい、メダルの枚数は1400。はい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 、もちもち。なかなかですね。似てるな。なかなか言ってましたね、思ってたより。あと60年我慢してくれなかったのに、ゾーマは。なんなんで来ちゃってさ、まったくもう、しょうがないな、ゾーマのやつは。ああ、このまま天井行くかなと思ったんですけどね。天井期待してたんですけど。ねえ。来ちゃったもん、しょうがないし。まだまだですね。ちょっとじゃあ、ハンクさん、ガチャの腕前、見せてもらっていいですか？行きますか。行きますか。同じ引き方しよっかな、そしたら。その方がいいかな。ただ俺無償席がそんなになかったような。じゃあ画面は切り替えて大丈夫そうですかね。はい、はい、画面大丈夫です。切り替えます。ね、石の割合が今どうなってるんや。9ステップアップ回すと優勝がどんどん減っていく気がするんですよね。ああ、無償がないから。そうですね、無償がね9800しかないんですよ。うんうんうん、っていうことは9800やったらでも全然回されへんな。なるほどなるほど。じゃあ5ステップからいきますか。まあそのハンデをなんか UR もねちょっと出やすいよみたいな。まあまあでもね、アサルトさんあれ50連目で出たんですよね、最後でね。だから。50連目で出ましたね。そうですよね。この50連引き切ったら、もう多分実質俺の勝ちっていうことですね、じゃあ。もうそっから出ないですからね。9ステップアップは出ないんですよ。ここさえ、この5ステップアップを俺が切り抜けたら、もう多分俺の勝ちになるんですよね。はい、あー、なるほどね。逆にこう勝負をね、決めに行くという。そうそうそう。開幕から俺こっちで飛ばしていくというスタイルで行こうかな。じゃあガチャ馬やることが違うな、やっぱ。あ、先にリスクを背負っていくというね。まあまあマジ、まあまあ今日俺運ないから出ないっすよ。もう
てないですか。はい、なんならゾーマのピックアップも 0% ですよ。ゼロです、ゼロ。それは有料5人。ガチャって、やばい、また燃えるって。ゼロゼロ。また燃えるって、それは。あ、これアウト。それは、まあ、全然大丈夫です。アウトか。そっか。そっか、そっか。じゃあ、行くか。アサルトさんが一応点数15点の、メダルが1400枚ですね。はい。はい。OK でーす。じゃあ、行きますか。どうも、行きましょう。よろしくお願いします。じゃあ、こちらは5ステップアップの方から行きますんで、必ず何かが出てくるんでね、うまくゾーマを避けて引いていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きまーす。パチャの目的ってなんだっけ？優秀なような。なんだ？おー、いいですね。いいスタート切ってますよ、これ。これはいいスタートだ。最高の出だしですね、これ。ビジョンカード。まあ、はい、まずはね、小手調べですよ。まあ僕もね、ビジョンカードでしたからね。うん。まあまあ、あれですね。コストの90か。さえ出なければ。問題ないっす。何が出るのか。はいはい、オッケーオッケー。あります。ああ、オッケーオッケーです。はい、ああ、1点ですね。まあ、全然余裕。イージー。かなりイージー。全然イージーですね。はい。じゃあ、ここ無料なんで、ここは出ないです。はい。はい、無料から、はい、無料から出るなんてありえないですから。はい。今日のゾーマ一味違いますよ。出ますか、こんなところで。ユニット飛びましたからね。これは激アツ。なんか、金色がいっぱいあるな。無駄に変わっては欲しくないからな。オッケー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 。ああ。ないな、これ。ないわ。ピリッとする。ないわ。オッケーオッケー。やっぱりアドラードなんだよな。いっちゃ安心する。アドラードが安心する。一番安心する、アドラード。一番あったかい、本当に。30連目いきまーす。ここも、はい、ビジョンやね。ビジョンしか飛ばないようにしといたんで。ほんと、いや、それはずるいっすよ。まあ、あと、やめろ。避けろ、避けろ。いっぱい出るな。まずい、まずい。やばい。よし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 。やばい。よし。おー、まあ、行こうか。よかったいや、どうしよう。マジで、ちょ、待って。引くことはないんやけど、いざ目の前に、虹のクリスタル見るとちょっと嫌やな。たとえ確定やとしてもここさえ切り抜けたら俺が勝てんねんって。ここや。そんなわけ。どっちもガチャの腕見せてみろって。やばいって。いくよ、いきます。はい。減った。うわ、減った。減ったんだな。びっする。え録画してますよ、僕今日。ちょっとこれ、え、うっだろう。最悪や、マジで。え、こんな下手でしたっけ。これゾーマですよね。ゾーマじゃないっすね、これ。ゾーマじゃない。ゾーマじゃないっす、これ。ゾーマじゃない。ゾーマじゃないっす。全然違います。違うユニットだった。全然ちゃいますね。全然ちゃいます。あ、そうっすか。はい。全然ちゃいますよ。今、URL、コスト90だよ。ん？ゾーマじゃない。あー、無料からビジョンカードか。やばいな。点数加算されるな。いやー、2枚も引いちゃったな。2枚は、そうですね。点数加算。これはちょっと良くないですね。ここで2点加算か。あー。ポスト、あー、だな、低めのビジョンカードね。うん。あー。あー、あー。アサルトさん。アサルトさん。止めてほしいっすか。止めてほしいっすか。この空気は。俺止めた方がいいっすか。まあまあ5ステップ引き切るっていうのはね、まあまあまあ、うん、まあまあそうですね。うん、
これ気まずい。これいわゆる確定しますからね。はい、まあまあゾーンは出ないですよ。で、まあ、大丈夫です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 、ゾーンは出ないです出ないです出ないです。これゾーマじゃないっす。違います、違います。これ違うんですよ。うん。あ、これもゾーマじゃない。あ、これゾーマじゃないですよ、これ。ちゃいます、ちゃいます。ゾーマじゃないんだ。違います、違います。ゾーマじゃないっす、これ。あ、ほんうん。そうなんすよ。うん。なんだ、ゾーマじゃないんだ。違いますね。ゾーマに似た何かですね、これは。ああ。ゴルベーザですね。あ、ゴまあ確かにちょっと似てますよ。配置、うん、配役的にね。うん、今、8点。8点なんですけど、うん、どうします？そうですね。どうしましょうかね。結構これぐるぐる回せるんですよね。そうですね。ぐるぐる回すのワンチャンありですね。一回ちょっと確認してみます？あ、ゾーマ引いたかどうか。確認。あ、持ってるかどうか？持ってるかどうかちょっと一回確認してみて。はいはい、はい。僕前に確認せずに引いて。ああ。間違えて炎上したことがあった。はい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 。一回ちょっと確認してみます。ゾーマですね。ね。いや、やっぱ持ってないっすね。これゾーマじゃなくてウンマの可能性がありますね。うん、ウンマですね、これ。うん、ゾーマではないかな、これは。ゾーマではない。うん、そうなんですよね。持ってないんすね、だからゾーマ持ってないんですよ。ちなみに今メダル何枚ですか？メダル300ですね。おい、ふざけんな。何なんだよ、この山ちゃんはよ。ふざけんな、筋で。おい、中井、どうなってんだよ、おい。ちょっと、なんで俺のピックアップ下げてくれへんの？やってんな。やってるわ、これ。完全にこれやってますよね。これやってるわ、逆やろ。おーおーおー、これはあかんよ。俺、こんなに早く引いたことないで。今まで。営業妨害やってんな、これ。過去一やで、これ。これ絶対やってるわ、マジで。なんなん、これ。どういうこと？まあちゃんと はい、ね、1万円用意してるんでね、はいはいはい、アスラトさんガチャうまかったんで、はい、あ、本当ですか？はい、ちゃんと終わったら番号送りますんで。あ、本当ですか？これでちょっと、はい、ちょっとこれ傷を癒してもらってみたいな。どっちかというと俺が傷ついてんねんけどね。どっちかというとね。あ、だって、僕の勝ちですもんね。そうです。勝った上に報酬もらえて。そうですね。そういうことですよね。うん、いや、これはちょっとリベンジいるな。あかんな。これで終わられへんよね。これはちょっと、うん、いや、うまいって聞いてたんですけどね。僕は15冠したって聞いてたんですけど。はい、なんか、あっけなかったっすね、なんかね。なんかね、自分で15巻達成したことを誇りに思ってたのが恥ずかしいです。ツイートしてましたもんね。はい。我、15巻ぞみたいなことを言ってたけど。嘘やん。そんなに早く出る？やっぱりね、あれですよ。あれですよ。やっぱりね、0.4% のガチャでないと、ひりつかないですね。ひりつかない。ひりつかないですね、やっぱり。もうお互い今回天井行ってないじゃないですか。確かに。はい。もう実質ドローですよね、これ。あ、
なるほどね。決着、まあ、勝者一応ね、勝者だけど、まあ、内容的にはドローみたいなもんですよね。そうですね。もう実質ドローですよ、これ。うん。ってことは、まあ、ちょっとどっかで、あれですね、決着つけなきゃいけないですよね。そうですね。うん。大体4%で。はい、あ。まあ、次回ピサロピサロピサロやりますピサロあのアサルトさん引くんすか引こうかなと思ってますピサロでも 0.8 なんですよねそうだとね多分まあ間違いなく 0.8 ですよねあピサロとどうなんすかね月書なんかあるのかなあゲイエの方のオリジナルのキャラがなんか被って出る可能性ありますよね。ありますよね。で、うん、コスト100とかだったら、うん、まあ 0.4% かなって思ったんですけど。はんはんはんまあ、タクトつながりでピサロでもいいし、0.4% で頂上決戦でもいいんですけど。うんうんうん、あ両方行きましょうか。なるほど。両方行きますか。全部行かなきゃじゃん。やばい。両方はかなり危険な感じがしますよだいぶ火薬の匂いがしますね香ばしいな一日に天井2回行ったらえぐいっすよ一日分けませんちょっと日付分けませんまあまあそれはそうですねうんなるほどねやっぱあの運を調整しなきゃいけないんで、うん、調整期間もね設けないとやっぱそうですね、うん、対戦の前にやっぱそういうやっぱウォーミングアップと準備は大事ですからうんそうですね整えていきましょうやっぱりねガチャは 0.4% でないとダメですねそうですねあ 0.8 はねちょっと簡単すぎましたねイージーモードだったんでイージーですねこれうん、ガチャイージーですよ。ちなみにハンクさん、メダル何枚ですか？メダル今300です。300ですか？はい。ちょっと僕の画面映していいですか？はい、はい。僕の、あ、まあ、ちょっと僕の配信映すんですけど。あ、切り替えますよ。はい。ありがとうございます。はいはい。何枚って書いてあります？14枚。全部見逃してるって。都合のいい目してるって。目が都合が良すぎるんよ、それは。3発14回1400ってなってますねはいはいそういうことでそうですね、はい、はいはいはい1000枚以上ちょっと多いんですけどうん、うん、はいあれ今日何の対決でしたっけ今日雑談ですあ雑談配信だあそうそうですそうです雑談タイトル間違えたかもしれないはいあのガチャはサブタイトルですねああ、そうか、そうか。ですね。視聴者の方がちょっとね、はい、そうこんな困惑してる方がちょっと多いんで。うん。うん。ちょっとこれ、タイトル変えとかないとな。そうですね。雑談、今日はあれですよね。うん、ガチャについて雑談するっていう配信ですもんね。はいはい、ちなみに、こっち側の、配信タイトル、ガチャなんて書いてないんで。え？はい、えこっちのタイトルねガチャって何も入ってないんであ本当ですか、はい、編集しなきゃなタイトルビジョンカード引きました引いてないっすあ引いてないですかそれ引かないですかあいや引こうかなと思ってますやりますじゃ あ引きますか俺もなんかまだ引いてないんですよあじゃあ延長戦もつれ込みますかはいビジョンカード引いてないなそうなんですよビジョンカード俺も引きたいんですよ早く確かにじゃあちょっとビジョンカードいきますかどれから引くのがいいのかな優勝の5ステップアップあるんちゃいましたっけああそうですねじゃあこれからそうですねそれ50連で確定なんですよねうん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 ハンクさんも優勝席が多いからじゃあこっちでいきますか5ステップではいはいはいじゃあ延長戦これ延長戦だはい言いますか現れた強敵確定5ステップアップ10連勝かやっていきますかはいそうしましょうじゃあ僕からいきますねはいはい、はい、変更でこれの点数計算はもうなさそうやけどなこれでも出たらこれはでもねまあ
試行回数少ないですからね、50連でも炎上しちゃうんで、うん、ユニットだなぁ、うんうん、おぉ、いいよいいよ、いいし、わぁ、切り抜けたかな。これね、例えばアサルトさんが2、30連ぐらいで引いて、で俺が50までいったらもうドローですね、うん、1対1でドローですね、はい、そうですね、ということですよね、そういうことなんですよね。メダルの数、まあドローっすね、うん、あーメディエナアルチェン、サンクさんメダル何枚でしたっけ。メダル、え、300です。 あ、300ですか。はい、ドローっすね。うん、ドローっす。これで僕が負けたら、はい、そうですね、そういうことっすよね、はい、途中で出て俺が50までいったら引き分けですね、うん、ああ、うん、そっかそっか、引き分けか。出そうにねえな。できますか。出そうにねえっすね。出そうにねえな、ここ。ユニットと、うん、ビジョンカード右下にあるけど、うん、どうかな。もうぶっちゃけ、まあ、多いよ。もうキャラはもう何でもいいんで、大事なのはビジョンカードですね。お、変わるんですね。あ、変わった、変わった。ほうほうほう。はい。おお。ホモ。ホモが。あ、もうなんか、なんで今日ラスベルにしなかったんだろう。自分の縁のあるユニット。お、30連目、はい、いきます、はい、出しましょう、出していきましょう、ここで出しましょう、頼むからお願い。ユニット。あ、ガチャうま。負ける気がしない。2枚抜きや。2枚抜きや。全然負ける気がしない。むむむ。だから引いてただけあるわ。キャラの2枚抜きか、強いなこれは。ああ、うん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 、何が出るかな。ああ、なんか同じようなキャラしか出てなくないですか。なんか昔ながらっすよね、なんかね。なんか古いっすね、キャラが。古き良きみたいな、なんかユニット多いな。うん、全然もうなんかあれですね。負け。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。負けはしないけどね。もう全然出ない、全然出ないですよ。ああ。いやいやいや、出ますよ、ここ。怪しいですよ、あれ。ここ無料ですからね、こうなんて。いや、無料出ますよ、めちゃくちゃ。で、はい。めっちゃ出ますよ、無料から。シークバーちょっと10分ぐらい前に戻して誰か、ちょっと。まあ、変わることない。来たんじゃないですか、これ。来ます。来い、来い、来い、来い。あと10連中。あざっす。あざっす。あざっす。あと10じゃない。素晴らしい。素晴らしい。いいじゃないの。なんでこれ出るんだよ。素晴らしいですね。あとワンステップじゃん。何。いいじゃないですか。それ最後引かないですか。最後あれでしたっけ。最後美味しい。最後美味しいですよ。じゃあ引いとこうか。はい、引いときましょう。引きましょう。はい。ああ、もうびっくりする。そこで出ちゃうの。無料から出るんか。ここも出るんちゃいます、もしかしたら。いや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 、そんなもう。うん。ビジョンカード飛びましたけど。うん。ねえ。そんなイージーすぎるわけないじゃないですか。天井もなしに。2人引いてね、2人天井なしからのこれで。2枚ないか。ビビるわ。2枚はないか、さすがに。さすがにあるわけないじゃないですか。ね、いきますよ。はい。確定やないかーい。確定やないかーい。いや、なんか狂わないかなって。狂わないかなって思ったんですけどね。ということで。40連か。オッケーオッケー。
よしよしよし。じゃあ俺が何も出ず50連まで何も出なければ俺の勝ちですね。そうですね、この勝負は。よしよし、チャンスでチャンス出てきた。チャンスが出てきたわ。まあね、まあでも天井いったら僕の勝ちですからね。これはまあもらったのもんすよ。どれや。これじゃない。こっちか。これかな。そうですね。これですね。OK です。50まで何も出なければ、まあ、一勝一敗で、ドローということですね。そういうことですね。はい。一勝一敗、いきまーす。はい。さあ、キャラ来い、キャラ。頼むぞ。ビジョン止まっていいからな。キャラ来い、キャラ。あ、やばい。ちょっと待て。そんなはずはない。そんなはずはないぞ。まあ、さすがに出会いよ。これは完全勝利あるな、これ。さすがに出会いよ。俺、ビジョンカードね、もうここ1年ぐらいね、ずっと50連まで行ってるんで、はい。10連で出たことないんすよ。まさかね、まあ、そんなに今までね、うまかったハンクさんが、まさかね、うん、こんなところで出すわけないっすよ。ビジョンはね、俺、出会うもんやと思ってるんで。いきまーす。はい。せー入りつくな、ここは。めっちゃ見てた感じなんだ。まあ、ここは、ないよ。出ない。無料なんで出ないんですよ。あ、オッケー。キャラいいよ。出ない。まあ、これ2枚、2枚。UR で、もう、ビジョンカードも行こう。1枚目行こう。危ない。おい、無料から出んのかよ。どうなってんね、おかしいやろ。さっき無料から出ましたからね。うん。今日無料から出る日って。ああ、オッケー。うん。なんか、多分ね、ここ表現しづらい、ここ突破したらいけるはず。30連目。ここキャラ飛んだら、もう、ほぼ俺の勝ちですね。いや、これはもう、もろたな。おー、いいよ。白い本いいよ。白い本いいよ。勝ったな。勝ち確や、これ。これは勝ち確やろ。おい、ここに来てうまさ出してるんじゃないよ。おい。おー。ビジョンカード1枚しかないじゃん。ビジョン1枚しかないな。乱数どうなってんねん。いけるやろ、これ。これ40連目は絶対ないんで、もらいましたね。まさか、そんなことが。おー。古き良きだな。古いなぁ。オッケー。ここやね。次の40連目。ここさえ、もう乗り切れば。そうですね。うん。俺の勝ちですね、これ。ここで僕で、はい、出しましたからね。はい。勝ち確ですな、これ。やって、いや、まあ、わかんないです。まだわかんないです。6時の方向。それはないな。それはないわ。無料やからね、出るわけないよ。ふぅ、危ねえよ。でやんか。最後に、これワンチャン最後に2枚抜きとかありえるからな。まあ、最後のファイナルステップはね、まあ、1枚確定なんでね。うん。まあ、何が飛ぶかですよ。そう。ビジョンカード。いやー、でもこれは2枚ないかな。ないか。ないかな、これは。ないなぁ。色合い的にないっすね。あ、ないっすね。ないね、これは。ないな。勝ちや。やった。あー。おーい、しょっぺー。ふぅー。いやぁ。やっちゃった。やっちゃったわ。これで一勝一敗でね。同点ですね、これ。同点。そうっす。うん、同点ですね、これで。オッケー。ちなみに、はい。ちなみにメダル何枚でしたっけ？メダルですか。メダルは、はい、メダルはね、23,903 ですね。本当？多分それ、それから多分
ドラクエパッドコラボイベントじゃないですか。僕聞いてそのメダルじゃなくて、これじゃなく、そうそう、バナーにすごい似てるんですけど、そう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 、その真ん中ぐらいにある、そう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 。ん？な、何枚です？これ3000ですね。3000？はい。ゾーンは交換できるじゃん。交換できないんですよ。なんか、本当だ。ちょっと運営に言ってもらって。ああ、不具合かもしれないですよ。すいません、ちょっと。ちょっと。結果コラボなのに。はい。ちょっと交換できなくて申し訳ないですけど。ちなさん、僕の画面見ます？ちょっと僕の枚数見てみます。はいはい、映しましょう。はい。今僕の画面なんですけど、はい、何枚って書いてある？140かな。ああ、140か。下手だな。ってことはやっぱ一生いっぱい？ああ、そうですね。はい、もう間違いなく一生いっぱいですね。まあ、一生いっぱいしょうがないですね。まあ、140じゃまあそうだな。そうですね。もう引き分けってことですね。そういうことですね。一生いっぱいか。まあ、1万円は送るんで。はい。次回の、対決用にちょっとそのコード取っとく可能性あります。そこで使おう。いやいやいや、もうね。もうこれはもうね、とりあえず、そのゾーマを引くことに関しては、アサルトさんの方がね、もう上手かったんで。はい、これはもうね、認めざるを得ないですからね。ありがとうございます。ここはしっかり送らせてもらいます。それで育成してください。はい、そうですね。育成します。そう、育成してください。育成の石に使おうと思います。はい。なんでこんなすぐ出るんよ。なんなん、マジで。どうかしてるやろ。なんすか、300って。過去一早いんやけど、そんなことある？結局コラボ配信っすよ。これ潰しに来てる俺。嫌われてるかな。嫌われてる。あ、やってんなぁ。300はやってんなぁ。よく、運営さんにアポ取って、俺とのコラボ許可おりましたね。自分で言いますそれ。自分で言うんか。よく許可取れましたね。取れましたよ。ええ、俺も言いたいこと山ほどあるけど、だいぶ抑えてますよ。ああ、ありがとう。次回につながります。ありがとうございます。一番コラボしてはいけない人やと、俺は自分で自覚はあったんですけどね。一番コラボしちゃいけない人って、まあ僕も、まあそれは認めざるは得ないんですけど、でも、多分リスナー的には一番見たかったコラボっていう声が多いっすよ。運営はどっちを取るかですよね。そうですね。寸前大使を取るのか、納金ハンコを取るのか、ね。中井くんいてるんじゃないの？そっちに、コメント欄に。潜んでない？潜んでないのか中井くん。この時間はちょっとですね。いないかもしれんな。お、いないか。僕今日勝ったんでしたよね。ゾーマ。はい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 、はい、まあ。いわゆる、はい。まあ、神引きって言葉、まあ、勝ったからには神引き僕多分したんですよね。ちょっと何言ってるか分かんない。まあ、アサルトさんは、まあ、ゾーマに関しては、勝ってますね。勝ってます。はい。はい。圧勝ですね。あ、ゾーマ、あ、本当ですか。ゾーマ圧勝。ああ、よかった。ビジョンカードは、はい。負けたんですよね。はい。はい、私の圧勝です。ああ。圧勝か、そうか。圧勝同士だったらそうですね。1対1。あ、間違いない。そうですね。ドローだからドロー。圧勝ですね。僅差でしたね。両方とも。ゾーマもビジョンカードも。だいぶ僅差でした。じゃあ、次回白黒はっきりつけますか。そうですね。ちょっと、俺このままでは納得いかないんで。はい。はい。ちゃんと腕前で、ちゃんと見せてもらって。はい。温めてきてもらって。そうですね。ちょっと練習しときます。それまでに。よろしくお願いします。はい。ね、ガチ初心者じゃないんだからね、やっぱ配信で、ね、もうちょっと運を減らしとくべきでしたね。ちょっとまだ残ってたみたいです。運を減らしとくっていうワードが。
初めて聞くワードかもしれんね。運をもっと減らす。うん、クソみたいな運にしとくるっていう。わかんない。もう喜んでいいのか、喜んじゃなかった。ああ、マジバグっちゃったな、感情。どうしよっかな、戻るかな、これ。まあ、基本俺、大体何でも引くんで。はい。次、月初 ?9 月1日。いやちょっと、月初はね、一回ちょっとスケジュール確認するので。そうですね。まあ、俺、いつでもいいっすよ。はい、なんとすか、わかりました。全然いつでもいいっすよ。これ、このままでちょっと終われないっすね。このままちょっと頂上決戦やらないのでいけないです。やっぱね、0.4 っすよ。 0.4 っすよね。 0.4 っすよ。やっぱり 0.8 イージーやわ。じゃあ次回 0.4% ガチャで対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。